サッカーの女子日本代表、なでしこジャパンのミッドフィルダー、沢、誉れ、36、が今月8日、30代の一般男性と結婚した。11日に所属する稲久神戸を通じて発表。同クラブのスタッフブログでは、沢がこの日の練習後に、人妻です、とチームメイトにゴールインを報告したことが明かされた。クラブのフロントスタッフによる、スタッフブログ、は、公式サイトでの結婚発表を受け、この日夕方に、沢誉れ選手入籍発表、のタイトルで更新。沢がチームメイトと共に笑顔で記念写真に収まる姿と胴上げされる2枚の画像を掲載し、午後練習後に、自らの口からチームメイトに発表をした沢選手。ちょっと照れながら、人妻です、と言っていました。と幸せいっぱいの表情を伝えた。稲久神戸での背番号8と婚姻届提出日の8日にちなんで、仲間たちから8回も胴上げされたという。松田丈夫監督、53、と、代表、クラブの同僚であるフォワード大野忍、31、とディフェンス、近田ゆかり、31、もコメントを寄せ、自分のことのように嬉しいです、大野。上から目線ですが、いい奥さんになると思います。笑い。チカが、中学生の時からの付き合いなので、驚いたことは驚きました。松田監督、と祝福している。スポニチ本誌の調べによると元 J リーガーで、現在はサッカー関係の仕事をしている38歳。10年来の友人が昨年末、恋人に発展。今年に入り結婚を決意した。親友であるレスリング女子の吉田沙織、32ある即、ですら、知らされたのはこの日の朝。後輩たちも、知らなかった、と口を揃えるほど、人知れず恋を育んでいた。気になる相手は、30代の一般男性、で、10年来の友人であり、昨年末からお付き合いをさせていただき、今年に入り結婚を意識するようになりました、と交際8ヶ月のスピード婚だと明かした。気になる、お相手は、というと、スポニチ本誌の調べによると、元 J リーガーで現在もサッカー関係の仕事をしている2歳年上の38歳。帰国子女で英語も堪能、海外での生活経験があるなど沢との共通項も多く、気の置けない友人関係を長く築いてきた。交際に発展した昨年末は、チームが無冠に終わり、沢自身も代表から遠ざかっていた。サッカーがつまらない、とこぼしていた時、支えになってくれたのは間違いない。私の良き理解者であり、何事にも一生懸命に全力で取り組む彼の責任感の強さに惹かれました、と明かした。また、近い関係者によると、頼れる兄貴っぽい人。3ヶ月前ぐらいには結婚の話が出ていた、そうで、6度目のダブル杯出場が決まった直後に、ダブル杯の後のの結婚を2人で決めた模様だ。11日、所属チームのウェブサイト上で、突如行われた結婚発表から一夜明け、共に幸せのゴールを決めたお相手は、元 J リーガーで現在は J1 仙台強化、育成の辻上博明さん、38、であることも明らかになった。子供も欲しいと願っている沢選手だが、まずは五輪にも出場予定とのことで、ぜひ、引き続き、幸せのオーラを保ちながら、頑張っていただきたいと、願うばかりですね。